いつもユーライク、これスノーだわ、スノーで撮ってます。ポーズ指定がねめっちゃ細かいですよ。私何のポーズだろう。はい、パシャリ、こんな感じ。無加工、ビューティープラスでいつも加工してます。自撮りが多いで、まずやることが迷ってる。眼帯痩せっていう機能で、これで目広げます。なんかグラマースラインと切開を広げて、でなんかまぶたもちょっと持ち上げてます。むくんでるからね。でその後眉毛を下げて、なんか眉毛下げてる方が可愛く見えるのかな、わかんないけど。であと顎をちょっとシュッてさせて、で口角上げてる。口角上がんないんですよね、自力じゃ。で微調整、顔のラインです。はい、次が奥歯っていう、奥歯ですね。奥歯の何これ美白だから、美白、歯の美白ね、歯の美白、あ、歯を白くする加工で、で 目に光と、あと鼻にハイライト入れてます。奥歯って呼んじゃう、はい、どういう加工奥歯さんで、唇リップ色調整して、いつも紫みのかかった濃いリップ入れて、これで完成です。イエーイ。はい、クールのターンです。スノーを使っていきます。3、2、1、パシャ。おー、でもこれでも結構もらってるんですけどね。ビューティープラス使っていきます。バックアップに失敗してます、いつも。この辺あんま見ないでもらって、編集してきます。眼帯痩せでだいたいなんとかなります。目ですね、目頭と目尻引っ張ってきます。あ、ちょっとね、ほっぺたもねなんとかして、唇ちょっと上げてきます。ほんのちょっとですよ、不自然になるので上げすぎると。はい、微調整します。で眉毛下げます。で次は、なんだこれ、何やった今。あ、あれですね、クマを薄くっていう加工で、あの鼻の溝を消してきます。影ですね。で歯、これあの奥歯じゃなくて美白ね、美白のやつで、あのハイライト入れてきますね。奥歯だね、これ白い部分に反応するんで、あのハイライトみたいな機能として使ってます。であの目頭と、これね、あの涙袋にも使ってきます。あ、そう、こう上ですね。で、で涙袋ですね。なんか化粧の延長線上って感じです。はい。で次するのが。確認してる。ちょっと化粧が薄く見えるんで、光当たりすぎて化粧薄く見えるんで、アイメイクのね足して、チークも足します。でこれなんか濃すぎると本当に不自然なんで、もう加工って感じすごいんで、もうほぼ2、4、5。リップもこういう色にしてきます。で次は頭ちょっと小さくします。これも小さくしすぎるとめちゃくちゃ不自然になるんで、なんかまあ6ぐらいですかね。で鼻色を少し白くします。で、なんか
あの解像度っていうのがあるんです。解像度で画質を良くします。その方がなんかねリアリティあって、なんかちょっとツヤ感が出るんですよね。はい、終わりです。